皆さんこんにちは。根本整体&ストレッチスタジオの院長の根本です。このビデオでは健康のお役立ちの情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。時間がない方、筋トレを始めたい方、そのような方におすすめなのがアイソメトリックトレーニングです。アイソメトリックトレーニングというのは、5秒から10秒程度力を入れて筋トレをするような、今手で押すようなトレーニングですが、これは大胸筋の方に刺激するトレーニングです。アイソメトリックトレーニングで一つ気をつけなければいけないのは呼吸を止めてしまうことです。呼吸を止めてしまうと血圧が上がってしまう方もいるので、呼吸を自然に行っていただくといいと思います。もう一つは少し動かしていくようなアイソメトリックトレーニングもいいと思います。少しずつ動かしていくことで筋肉の方が収縮しながら、実際のダンベルなどを使ったトレーニングに近いトレーニングができると思います。アイソメトリックトレーニングも、筋力アップの効果が実際にあると言われているので、時間がない方はちょっとした時間に、ぜひお試しいただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。